立山親方です。どうでしょうか皆さん、新しい出会いになるやってますね。土俵の下に親方に降りてもらって、子供たちがいますよね。段取り通りに行くかどうか分かりません。奥様の幸子さん、そして可愛い2人の子供たち、3歳の長男小雪君と次男5ヶ月の直哉君です。それでは、パパお父さんに大きな花束贈呈です。しばらく記念撮影をお願いします。これからは親方と神さん、そして子供たち支え合って、第二の人生、親方としての人生を歩んでいきます。どうぞ芋院長の皆様、大きな拍手をいただきまして、3歳長男の友幸君と5ヶ月の直哉君、どうもありがとう。あれ友幸君、いいよ、上がりたかったら土俵に上がってもいいよ。いや、お父さんいいんじゃないですか、パパ。隣にどうぞ。じゃあ、ともゆき君上がろう。それでは、誉れ富士改め立山義行が皆様にお礼のご挨拶を申し上げます。本日はお忙しい中、コロナ禍の中、大勢の方にお集まりいただき誠にありがとうございます。まずはじめに、この断髪式にご協力いただいた、伊勢ヶ浜親方はじめおかみさん、そして東京サーティスリー代表榎本正さん、スタッフ、伊勢ヶ浜部屋のみんなと、断髪式に関わっていただいた皆様に心から感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。2週間前ぐらいになるんですけども、私もコロナになり、一時は、どうなるかと思いましたが、本当に伊勢ヶ浜親方が一生懸命私のために動いていてくださり、本当に無事こうして終えることができたことを本当にありがたいと思っております。本当にありがとうございました。今後は親方として、伊勢ヶ浜部屋の歴史を強くできるよう、その協会に貢献できるよう、一生懸命頑張っていきたいと思っております。今後とも応援の方よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。主役を取られてしまった。立山の主役、そして友幸君にも大きな拍手をいただきます。